イランでは同性愛者は死刑、配偶者のある者が他の異性と性交することも死刑、飲酒も場合によっては死刑となるなど、死刑に対するハードルが低い。ブラックワールド。皆さんはイランという国についてどんなイメージを持っているだろうか。イランといえばイスラム教やヒジャブを着用した女性たち。かつてシルクロードの国だったということもあり、旅人には優しいという観光客からの声も聞く。またその街並みも美しく、ペルシャ歴代の王たちが贅を尽くした宮殿や有名な古代遺跡、美しいモスクなど語りきれないほどの魅力がある。イスラムの豊かな文化や歴史が息づく国として今世界から注目されているイランだが、その一方で厳しい問題があるのも事実だ。宗教、LGBTQ、死刑。昨今世界でも問われているこれらの問題だが、実は日本では考えられないようなことがイランでは行われている。そもそも LGBTQ とはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字を取ったもので、性的マイノリティを表す総称の一つ。数年前までは偏見や差別の対象となっていたが、今では世界で大きく変わってきており、いくつもの国が LGBTQ を受け入れ、同性婚など様々な取り組みをしている。また死刑については NGO 世界死刑廃止連盟が設定した世界死刑廃止デーが定められ、国際人権団体アムネスティインターナショナルによると、2021年現在死刑廃止は108カ国、10年以上執行がないなど事実上の廃止を加えると144カ国にも上り、世界では死刑の廃止が進んでいる。そんな中、イランでは宗教や LGBTQ で死刑になるケースが後を絶たない。イランでは同性愛者は死刑、邪教とされているバハイ教を信仰または無神論者も同様に扱われ死刑。他にも姦通罪といい、婚姻して配偶者のある者が他の異性と性交することも死刑。飲酒も場合によっては死刑となるなど、死刑に対するハードルが低い。世界の死刑執行件数は第1位の中華人民共和国およそ3000人に次いで2位で、少なくとも576人と言われている。毎年およそ300人前後が執行されていて、多い年には500から1000人に迫る年もあった。ちなみに日本のここ20年の記録では0人の年もあれば、最高15人の死刑執行が行われている年もある。国際人権団体アムネスティインターナショナルによれば、イランで2022年に執行された死刑は少なくとも推計576人。そのうち最も多い罪状が殺人の279人、約 48%、 次いで薬物犯罪が255人、約 44% となっており、全体の約 93% を占めている。他は不同意性交が21人、モハレベ、神への敵意が18人、不明は3人であった。またイランでは国際法違反ともされている公開処刑が行われていて、報告されているだけでも2019年6月に1件、2022年7月にも1件。その2022年7月に執行された処刑では、警官を殺した罪でクレーンで吊るし上げられての公死刑が第三者に公開される形で行われたのだ。先ほど第2位と述べたイラン死刑執行件数だが、政府による死刑執行の過小報告と秘密裏に死刑執行が行われているため、正確な死刑執行数は不明だ。つまりこの数字は最低の人数記録であり、推定数より多くなる可能性がある。実際2017年4月25日には国際批判をかわすため、不同意性交をした罪で17歳少年2人を逮捕した上で、無知などの拷問を行い、イラン南西部に位置するシーラーズの刑務所で秘密裏に処刑されたと言われている。そして驚くべきことに、死刑は未成年でも例外ではない。イランは国連総会で定められた児童の権利に関する条約に調印しているため、18歳未満への死刑の適用を禁止する義務があるのだが、現状多くの子供たちに死刑が執行されている。悪いことをしたんだから当然だ、死んで詫びるんだな。確認されているだけで
1990から2022年の間に死刑執行された18歳未満の数は112人にも及んでいる。違うんです、あの男が純潔に対する罪だ。何があっても死刑は死刑だ。死刑執行された少年死刑囚の中には、51歳男性に不同意性交されたにもかかわらず純潔に対する罪で、2004年8月15日に16歳少女がイランの公共広場でクレーンによる絞首刑に処せられ、男性の方は95回の鞭打ち刑で済んでいる。まあ死ぬよりマシだな。さらに2016年7月18日には、他の少年を不同意性交した罪で19歳男性が死刑執行されている。また冤罪による死刑判決が行われており、クルディスタン自由生活党と革命防衛隊の銃撃戦により革命防衛隊のメンバーを死亡させたとして、神への敵意と地球を堕落させた罪で17歳少年を逮捕。なんでだ、やめろ。神は絶対だ。拷問にかけた上で自白を強要し、2012年1月に死刑判決を下している。そして近年注目を集めた事件が、2022年イランで LGBTQ の活動家など2人が地球上で腐敗を撒き散らしたとする罪に問われ死刑判決を言い渡されたものだ。国際人権団体アムネスティインターナショナルによると、このうちの一人、ザハラ・セディギ・ハマダニさんは、従来の性別分類には当てはまらない性自認の LGBTQ 活動家で、性的指向や SNS への投稿、LGBTQ の権利に関する発言などを理由に拘束されていた。イラン国営メディアによると、拘束されていたもう一人、エルハム・チョブダールさんも同じ罪で裁判が行われ死刑を言い渡された。二人はイランの西アゼルバイジャン州などで若い女性の人身売買に関与した罪を問われており、アムネスティ・インターナショナルはその後発表した声明で判決に対する憤りを表明していた。有罪と死刑判決を即刻取り下げて二人を釈放するようイラン当局に要求。判決についてはイラン最高裁への上訴手続きが行われているとした。セディギ・ハマダニさんは2021年10月 ABBC のドキュメンタリー番組に出演して LGBTQ 虐待について語ったことに関連して、イラクのエルビルで一時的に拘束されており、イラクで釈放された後はイランからトルコへの亡命を試みていた。しかし11月、イラン革命防衛隊の情報機関が人身売買ネットワークのリーダーを捉えたと発表。この人物はイランの女性を近隣国へ密入国させ、外国情報機関の保護を受けた同性愛集団に引き渡す行為に関わっていたとした。アムネスティ・インターナショナルは、写真の人物はセディゲ・ハマダニさんだと認めているが、イラン革命防衛隊の発表内容は事実無根だと訴えている。セディゲ・ハマダニさんはトルコへの出国を試みる前、イランの同性愛団体を通じて12月に発表した動画を上げていた。自由を目指す旅に出る。もしうまくいけば引き続き LGBTQ の人たちを支援する。彼らを後押しして声を上げる。もしうまくいかなければ、私はこの運動のために命を捧げると動画内で述べていた。それを受け検察は1月に声明を発表した。セディギ・ハマダニ氏が同性愛の宣伝、反イスラム的共和国メディアとのコミュニケーション、キリスト教の宣伝を通じ地球上で腐敗を撒き散らした。イラン国営メディアは、セディギ・ハマダニさんとチョブダールさんの判決は人身売買に関連したものだと述べ、セディギ・ハマダニさんの罪状や活動、チョブダールさんに関する詳細は言及していない。その後もイランは主張を覆すことはなく、SNS に掲載された情報に反して、この二人の罪状は近隣国で教育や雇用の期待を抱かせて女性や若い少女の人身売買を行ったことに関するものだった。彼らは虐待を受け、それが原因で少女たちの多くが自殺に追い込まれたと伝えている。世界ではLGBTQ に関する問題が少しずつ受け入れられ、死刑廃止の加盟国が増えている一方、国によってこのような差があることに驚きを隠せない。
LGBTQ については日本でも議論され、同性婚は認められていないが、2015年には東京の渋谷区、世田谷区を皮切りに現在200以上の自治体でパートナーシップ制度が施行されている。また日本は死刑廃止制度に加盟していないが、それについても議論が行われていた。人を殺せば死で償うべきだ。被害者や遺族の心情を考えてみなさいよ。犯罪抑止に必要よ。合犯の場合に取り返しがつかないだろう。更生の可能性がなくなるじゃない。人道上許されることじゃないだろう。日本で最後に死刑執行されたのは2022年7月26日、2008年に東京秋葉原で7人を殺害、10人を負傷させ、殺人などの罪で死刑が確定した死刑囚の刑を執行した。この惨劇を覚えている人、または被害者の方々からすると、死刑判決は妥当と思う人もいるかもしれない。しかし逆に捉えると、一人二人殺した程度では死刑にならないという現状も事実。この日本の法律をどう捉えるかは人それぞれだが、法律が厳しいからといって犯罪者数が減る、犯罪予防効果は科学的に証明できていない。それはイランでも同様で、犯罪件数等に関する統計は公表されていないが、各種報道に照らすと一般犯罪は慢性的に発生しているものと見られている。もし死刑制度そのものが抑止力になるのだとすれば、イランの死刑執行数は世界2位なんてことにはなっていないだろう。今回はイランを例に挙げて紹介したが、無宗教の多い日本人からすると、宗教観の問題や同性愛者というだけで死刑など、日本との違いを痛感させられたのではないだろうか。ここで再度言っておくが、イランは美しい宮殿や貴重な古代遺跡があり、旅人に優しいと言われている国だ。ぜひ一度は訪れてほしい国だが、日本の感覚で回ると大変なことになるかもしれないので、ご注意を。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。